今日はねこれいただきます。札幌一番博多純情ラーメン、ご当地愛麺って最近シリーズで出してんかね。茹で時間が90秒の片麺だってよ。なかなかね袋麺で片麺って難しいんだよね。炊き出し豚骨、心身監修っていうんだから、お店の名前が心身っていうんかね。純情ラーメン心身2003年創業、豚骨ラーメンの本場福岡に本店を構えて人気ラーメン店、500のお湯で90秒、1分半だ。もうここだね。開けてみます。心身山陽食品札幌一番。あ、でもここにね麺の硬さ、超硬が70秒、90秒、普通が120秒。今日は何でいくかな。70秒って早いよね。丸だ、細い細い。液体スープ、絞り出してください。粉スープ、ちょっと割れてるね。ネギ、チャーシュー、キクラゲ、卵はないね。卵なしにしよう。麺は 70g です。超肩が70秒、肩が90秒っていうから、ちょっとトッピングしたら10秒ぐらい簡単に過ぎちゃうからね、70秒入れよう。茹でる時間あっという間だよね。もうねスープを作っておいて、粉末スープ、おー真っ白。液体スープはちょっと茶色。あ、なんかすごい匂いがしてきた。豚骨の匂いかな。よし、いきます。70秒、お湯は300、あでも結構茶色いよ。70秒でほぐれるんかね。あと30秒、
またちょっとほぐれてきた。ああ結構70秒ってギリギリだね。ね、やっとほぐれる程度だよこれ。ほぐれたほぐれた。はい、いただきます。今日はね、札幌一番博多純情ラーメンです。あ、ちょっとね、茶色い豚骨バリカタで作ってみたんで、うん、さすが70秒だったね。ちょっと硬い、でもいい感じの硬さだよ。うまいうまい。いいね、バリカタ好きにはこれぐらい硬い方がいいな。スープがね、ちょっと独特、うん、あの白いとんかつもろ、とんかつっていう感じじゃない、なんだろう、醤油が混じってるわけじゃないけど、あ、でも醤油が入ってんだ、うん、うっすらね。あの袋麺の豚骨ってさ、こう硬さがうまく表現できなくなっちゃうのがあるよね。柔らかくなっちゃって、うん、これ袋麺なのにね、バリ硬さがねよくできてる。なんて言うんだろう、小麦の香りっていうのかな、うん、美味しいよ、この麺がいい、うん、あの硬さだとね、香りがね、棒ラーメンみたい。麺がね70だからちょっと少ないけどね、うん、美味しかった。ぜひ食べてみてください。